ただいまより埼玉武蔵ヒートベアーズ新入団選手入団記者会見を始めます。よろしくお願いいたします。まずはじめに代表取締役社長兼監督住孝太よりご挨拶させていただきます。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介にあたりました、球団代表取締役監督の住孝太と申します。毎年ですね、こうやって、本当に優秀な、新人の選手たちをこう迎えられる、そういう環境を、作れているというところに本当に喜びを感じております。今年もですね、本当にこう可能性を秘めた、選手たちがなんとかこうベアーズに来てくれたということで、一緒になって、優勝はさることながらとにかくこう NPB に行けるように、選手たちと頑張れればいいかなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではこれより新入団選手をご紹介いたします。新入団選手の皆さんから一言ずつご挨拶させていただきます。原田選手からお願いいたします。関西大学から来ました原田正也です。ポジションはピッチャーです。アピールポイントとしては投手をむき出しにしたピッチングと空振りの取れるチェンジアップがアピールです。 NPB に行けるように一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。次に野村選手お願いいたします。はい、東洋大学から来ました野村由紀です。ポジションはピッチャーです。毎日の練習を大事にして少しでも早く NPB に行けるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。次に町田選手よろしくお願いいたします。はい、光明学園から来ました町田彩斗です。ポジションは捕手です。自分のアピールポイントは肩の強さなのでこれからそこをもっと伸ばして早く NPB に行けるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次に金子選手お願いいたします。はい、神戸学園から来ました金子浩二です。ポジションはショートをやっています。とにかく一生懸命元気に頑張っていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。最後に根野選手お願いいたします。駿河台大学から来ました根野弘樹です。ポジションは内野手です。自分らしく頑張りたいと思っているのでこれからよろしくお願いします。ありがとうございました。それではこれより質疑応答に入らせていただきます。お願いします。はい、埼玉新聞社の森本と申します。本日は入団おめでとうございます。皆様にお聞きしたいんですけど、ヒートベアーズの、第一印象こんなチームだなっていうところと、そのチームに入って自分がこういうふうに活躍したいなというところの2点をお聞かせいただければと思います。僕は埼玉武蔵ヒートベアーズは吉野里選手や辻選手のようなその元プロっていう選手が指導者っていう形でいられるっていうことでそういう面に関してはすごいいいところだなと思って今年はリーグも優勝してるんで強いチームだと思っております。ありがとうございます。あともう2点って何でしたか。このチームで、はい、どういう活躍をしていきたいか。はい、はい、このチームでは、僕自身シーズン通して先発ピッチャーとしてやっていきたいんですけど、まあ、でも与えられたポジションでしっかり活躍できるようにやっていきたいと思います。自分は、ヒートベアさんは、野球をやる環境がすごく整っていると思っていてこのすごいやりやすい環境の中で自分の力をもっと伸ばしていけたらなと思います。以上です。埼玉武蔵ヒートベアーズさんは若い選手を中心にその元気よく楽しく野球をしているなと感じました。自分は打てる星として攻守でチームに貢献したいと思います。武蔵ヒートベアーズさんは、とにかく練習内容が充実していてみんな野球の技術の向上を目指してやっているという印象でした。自分の
目指す選手はチームに勢いづくようなプレーをするような選手なので、それを目指して頑張っていきたいと思います。印象だったり雰囲気だったりというのは、プレーをしたり生活していく中で感じるものだと思っています。自分のアピールポイントとして三拍子揃った選手になるのが自分の目標であって、その目標を叶えて NPB に行けるようにこれから頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。他に質問のある方は挙手をお願いいたします。どうぞ。すいません、フリーライターの井上と申します。よろしくお願いいたします。皆様ご自分の性格とかキャラクター、そういったものをご自分で表現されるとどんな風になるかをちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。僕の性格はポジティブなところっていうのを持ち上げてると思っています。まあどんな、まあ、いろいろ今まで野球やってきて、その怪我っていうものが多かったんですけど、そこでポジティブな考えをして僕自身その成長してきたっていうのがあるので、その点が私の性格いやキャラクターだと思っております。自分はその人の観察とか考えることがとても好きなので、いろいろな人の盗めるものを自分の力に変えていきたいなと思っています。以上です。自分は周りから見たら何も考えてないように見えるところなのかもしれないんですけど、自分の心の中ですごい考えていることがあって、それを、まあ、見たら分かんないかもしれないんですけど、プレーとかで分かっていただけたらなと思います。自分は元気のある、少し悪く言えば子供のようなところあるんですけど、よく言えば楽しい人間なので、チームのみんなと、頑張っていきたいと思います。自分は継続力だったり、研究心だったりというものを自分の中でしっかりと考えているので、それをプレーに生かしていけるようにと思っています。応援、以上です。ありがとうございます。J コムの中畑と申します。よろしくお願いします。改めて先ほども、伺ったと思うんですが、入団して改めて意気込みをカメラに向かってお願いします。カメラでお願いします。それでは原田選手からカメラに向かってお願いします。NPB に行けるように一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。一試合一試合勝ちにこだわって結果を多く残すので、少しでも早く NPB に行けるように頑張ります。よろしくお願いします。自分の持ち味の強肩強打を生かして、これからもっと成長して、NPB に行って活躍できるように頑張ります。よろしくお願いします。がむしゃらに元気よくやっていくので、応援よろしくお願いします。たくさんの方に応援していただき、NPB に行けるように頑張るので、よろしくお願いします。ありがとうございました。最北読売の織川と申します。皆さんこう見ると、埼玉県外の出身者の方がなのかなと思うんですけども、埼玉県、熊谷市のなんか印象というかをお聞きできればと思うんですけど、僕自身熊谷は初めてなんで、そういう印象とかまだないんで、これから作っていこうと思うんですけど、一応おじいちゃんの家が浦和にあるんで、浦和までだったら来たことがあるんで、その辺これからその印象というのを探していこうと思います。熊谷市はとても暑い印象なので、夏バテしないように頑張ります。母の実家が青森で、すごい空気がきれいというか、すごいのどかなところで似てると思いました。とても空気が美味しかったというか、澄んだような空気で気持ちよかったです。自
分自身も熊谷市は初めてなので、これからもっと知れていけたらいいなと思っています。監督が一番いいと思うんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらにもください。いろんなピッチャーがいると思うんですけども、はい、自分のピッチングスタイルというか、はい、誰に似てると思いますか？僕自身、まあでも球速はそこまでじゃないんですけど、でもまあ僕自身ストレートの質とそのチェンジアップっていうのを混ぜ合わせて、で他の変化球が生きてくるっていうのがあるんで、まあその辺で考えたら、投げ方はあれなんですけど、左のあの同年代のあのホークスにいるタウラ投手に似てるんじゃないかな、僕自身は思ってます。ストレートは何キロぐらい出るんですか？じゃあマックスが45で、まあ、平均が40前半ぐらいです。で、変化球を盛り混ぜて三振を取って、はい、そうですね。目標とするじゃあピッチャーのスタイルはどういう選手ですか？そうです。目標としてはずっともう則本投手っていう、楽天の則本投手を目標にそれを目指して頑張ってる。身長も一緒ぐらいなんで、それこそそういうのを投球スタイルになりたいなっていうのは僕自身ずっと思って、その目標にして頑張っています。則本さんというのは球速ちょっと速いよな。そうですね、身長は一緒ぐらいなんですけど、球速はもう150中盤バンバン出るぐらいなんで、もう僕自身すごいなと思って、いつもホーム研究とかそれの参考にさせてもらってます。じゃあ課題はやはりそのストレートのスピードアップ。あ、そうですね、そこはもう NPB でもう今では150キロでもプロになれないっていうぐらいなんで、まあ、僕自身まだ150には乗ってないんで、そこは全然足りないポイントだと僕自身思ってます。じゃあそういう指導を吉野先輩や、辻先輩から受けたいと。はい、はい、そうです。覚悟はできてますか？はい、できてます。埼玉のファン結構熱いんですよ。はい、埼玉のファンに、まあ、これもよろしくお願いしますの一言もらってもいいですか？それカメラで。はい、ですか？はい、NPB に行けるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さっき質問の中でも人の観察をしたり、はい、そういうのをやるのが好きということは、結構技巧派のピッチャーを目指している、そういう感じなんですか？いや、そうでもないです。ストレートは150目指して、で決め球がフォークなんですけど、フォークその得意なので、そのフォークを投げれば絶対三振が取れるっていうピッチングを目指しています。じゃあ逆に目標としてるピッチャーは誰ですか？同じ大学のプロに行った貝野博さんを目標というか憧れでずっとよくしてもらってたんで、貝野さんに憧れてます。東洋大学の時には、はい、何勝ぐらいしたんですか？何勝？あ、試合は先発で出る？いや、自分先発より抑えとかの方だったんで。で、今後ベアーズの方では先発？先発っていうふうに聞いてます。と、大学時代ではあんまり先発経験してなかったってことですか？ないですね、はい。先発と抑えはやっぱちょっと組み立て方が違うと思うんですけども、はい、その辺で意気込みってありますか、先発されるにあたって？自分持ち味が、どんどんストレートで押していくスタイルなんですけど、そのストレートで押していくスタイルをもう最初から長いイニング続けられるようにスタミナ面を強化して頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ埼玉のファンが熱い方が多いんで、はい、またかなりクールだけどちょっとクールに一言言ってもらっていいですか？一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。野球以外の部分でも野球でもすごい明るい人なので、すごいチームが暗い時とかによく助けてくれます。じゃあ金子君。はい、自分とは真逆でクールな性格なので、どんなことにも対応に冷静に対応してくれるところが彼のいいところだと思います。二人は高校前から知り合いなんですか？違います。いや、高校から3年間なんです。そうです。自分の持ち味、強肩強打っていうのは
松田君言ってましたけど、はい、憧れてる選手もしくは目標とする選手がいたら教えてもらっていいですか。憧れている選手は城島選手がすごい打てて守れる選手だと思うので、まあ、SNS の動画とかでよく拝見してます。はい、自分の目標としている選手なんですけど、オリックスの宗選手で、高い身体能力が、自分の理想があの人に近いなと思ったんで、あれよりも上行けるように頑張りたいです。はい、じゃあ、埼玉の熱いファンに向けて神奈川、東京の2人がちょっと言ってもらっていいですか。はい、NPB 目指してこれから頑張っていくので応援よろしくお願いします。一生懸命、元気よく頑張るので、熱い応援お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお待たせします。駿河台大学というと樋口さん、はい、先輩ですよ。そうです。埼玉武蔵ヒートビアーズに入るっていうのが決まってから、はいはい、先輩に連絡しましたか。あ、そうですね、連絡させてもらって食事なども連れてと思いました。はい、どんなチームだって聞きましたか。そうですね、一人一人がプロを目指す人はプロを目指す人はプロを目指していて、とにかく走るっていうのを聞いてます。内野手でしたよね。はい、樋口さんライバルになりますよね。そうですね。今度先輩がライバルになることに関してどうお考えですか。大学時代は、共にレギュラーとして試合で出ていたので、これからは内野手としてまた一緒に NPB を目指して頑張っていきたいと思います。ファンの皆様、球場へ足を運んでください。これから応援よろしくお願いします。